津和野町、津和の大橋北川の詐欺米の造詐欺米とは、市として、八坂信仰の神社にて奉納される、伝統舞踊。島根県津和野町及び京都市の八坂神社で奉納されるものが著名である。津和野町のものは、津和の八坂神社の詐欺米として、国の重要無形民族文化財に指定されている。詐欺米の源流は、 八坂神社の祇園祭りにて奉納されたもので、中国の七夕伝説を短所にするものとされる。また、名前は詐欺米であるが、この詐欺とは歌詞にもあるように、かささぎであると申される。かささぎは、七夕伝説において、剣語と食女のため、天の川に山を渡した存在であり、歌詞も、その伝承にちなんだものである。しかしながら、京都では、 カササギは飛来してこないため、カササギという存在を知らず、そのためカササギとは、サギの一種であろうと傘をかぶった白サギをカササギに見立てたものとされている。カササギの姿が黒色であるのに対し、姿が白いのはそのためである。ツワノのサギ米は、山口議論会を経て練習されたもので、1542年、時の上主吉見大太蔵正よりが、 大内義雄の即女を迎え入れたことで、彼女の薬病予けを記念して始められた。その後、戦乱の世に伴って、一旦廃絶するものの、1645年に亀井、ここ生が、酒田や氷左衛門並びに、野村二左衛門の二人を京都に派遣、詐欺米を直接習得させたことで、津和野では、以後400年にわたる、年月の間、一度も廃絶することなく、 例面と奉納され続けることになった。もっとも、その間、様式が変わったり、様々な儀式や、習わしなどが、簡略化されるなどしており、完全にありのままの形が継承されているわけでは、ないが、貴重な文化遺産であるとして、1994年に、国の重要無形民族文化財に指定された。一方の本家、八坂神社では、 江戸時代中期に絢爛豪華な山鉾や、笠鉾巡行に押されるような形で、存在感が薄くなっていき、いつしか廃絶の浮き目にあった。その後は、戦後になるまで奉納はされなくなっていたが、1956年、祇園会保存会の一員でもあり、狂言師でもある、木村正夫が逆に、津和野の詐欺米を習得したことで、復活、再び奉納されるようになった。 今日ではその他、山口市、秋田県片上市、浅草寺などでも奉納されている。今日、一般に、詐欺米といえば、津和野の詐欺米を指すことが多い。津和野の詐欺米が奉納されるのは、八坂神社の霊祭、祇園御神事に倣って、伝統的には、毎年7月20日と7月27日に決められており、詐欺米の行事は、東夜と呼ばれるものが、 行事の一切を取り行うしきたりとなっている。東屋は舞を奉納する主役であり、これに舞を演じる舞方ほか、お囃子のための楽器を書き鳴らす囃子方、歌を歌う歌方、行列を守護する敬語など20人で行列を構成し、祭礼を引き立てる。彼らも東屋に含まれ、区別するために、詐欺舞東屋と呼ばれることがある。まず、東屋が、 八坂神社の神木に締め縄を奉納した後に、二十日の未明に、東屋が触れ太鼓を叩きながら、東屋におじゃれや、触れ太鼓を叩かしようと、大声で呼び歩くことで、祭りはスタートする。後に、東屋と、詐欺舞東屋が、東屋,屋屋敷と呼ばれる場所に集合し、祭壇の前で儀式を取り行う。儀式が終わると、祭りは本番を迎え、 八坂神社に舞を奉納して、みこしを迎えに行ってから、みこしを先頭に詐欺を筆頭とする舞方、林方などを連れた行列が、町内各所で舞を奉納しながら、市街を練り歩く。そして、最後に、東屋で舞を終えると、詐欺は一旦お旅所に帰り、都行を終える。一週間後の十七日は寒魚の日であり、再度みこのごをしながら、八坂神社へ帰り、最後に、 社殿の前で舞を奉納してから、すべてを収める。その後、神社境内にて、流祭というものが、翌年の討野を決めるための引き継ぎを行う。翌年の討野は、詐欺が舞い込むのを待つため、舞い込み、討野と呼ばれる。なお、各場所における舞は10分ほどであり、それを1日中から11箇所で行う。詐欺舞は、津和野の風物詩とも言われ、 1983年からは、観光振興の一環として、間の24日にも舞が奉納されるようになり、八坂神社境内と JR 津和の駅前で行われる。詐欺舞にちなみ、女子らによる小詐欺踊りも奉納されるが、歴史は浅く1958年より、子供たちに伝統行事に関心を持ってほしいという願いから、始められたものである。 かつて小鷺も三越と行に習って練り歩いていたが、現在は行列に加わっていない。小鷺踊りは地元小学校の3年生マイナス6年生の女子児童が選ばれる。また、この詐欺米に関連して6月30日には、八坂神社にて茅野の枠ぐりが行われ、その後、東屋によって今年の詐欺米における日程などが打ち合わせられる。 歌方が歌う歌詞である前述したように、この歌詞は、七夕伝説がモチーフとなっており、川笹とは、笠詐欺とされる。八坂神社の祇園祭りにおける詐欺舞神事は、前述したように、江戸中期に廃絶しており、1956年、木村正夫により復興されたものである。宵山の16日と山ぼ巡行、新交祭の17日、花笠巡行。 観光祭の24日の3日間、八坂神社境内で奉納されている。しかし、豪華絢爛な山鉾巡行や花傘の陰に隠れて、しまっており、2006年以降は、詐欺舞保存会と神社、うじ子組織の対立が深まったために行われないなど、その保存が危ぶまれている。ただし、代わりに、小学生の少年少女が舞う、小詐欺踊りが奉納されている。 秋田県片上市で行われる。藩主、佐竹義孝が創建した下阿部川新名社に削減すると言われるものを1984年に観光振興のために復興したものである。東京、戦草寺の白鷺の舞。1968年から浅草観光連盟が東京100年記念行事として創始したものであるが、 戦争時における詐欺米は1652年における戦争時系暗演芸巻にちなんだものであり、歴史的につながりがある。なお、この白詐欺の米は毎年11月に奉納され、他の詐欺米とは時期が異なる。室町時代から始まったとされ、山口市内の八坂神社祇園祭で奉納される。軽文化に造形が深かった大内広が京都から、 八坂神社を勘定した際、同時に伝習されたもので、夏の薬病よけを祈願して始められた。周一体の白鷺が舞を奉納する。県指定無形文化財。前述したように、この山口における鷺舞が津和野に伝わっているが、津和野と比較するとお囃子などはあまり用いられず、派手さは見られないものである。ほか、ありがとうございます。